広島の面白いところに向かいます。さて、どこに行くでしょう。お日様ハート始まるよ。今回は広島市植物公園へ行ってきました。それでは始め。広島市植物公園は広島市西部の丘陵地帯にあり、1976年に開園しました。同公園にはシンボルである大温室をはじめ、サボテンやスイレン、ベゴニア温室のほか、植物に関する資料館や芝生広場などの設備が設置されています。同園にはおよそ 11,650 品種、234,600 本の植物が栽培されており、植物の研究も行っています。子供なのでお菓子をもらいました。すぐに池があって、鯉がたくさん集まってきました。可愛かったです。まずはベゴニア温室から行ってみます。今日はかなり暑いです。懲りずに寝転がってみた。うらら池に行ってみます。何か池の主がいそうな気がします。食虫植物に食われてみた。水源の温室に行ってみます。フクシア温室です。次はサボテンを見てみたいと思います。サボテンの種類が多いのにびっくりしました。
丸いでかいやつに触ってみてください。嫌です。ドライに行きました。かなり暑いです。この辺りは涼しかったです。バタフライガーデンです。本当に蝶々がいました。展望台もあります。環境で覗いてみました。最後は一番広い大音室を見てみます。かなり広いです。なんかジャングルの中にいるようでした。広くて道に迷いそうでした。けど、いろいろ見れて楽しかったです。また今度来てみたいと思います。しかし、歩き疲れました。